はいどうも皆さんおはようございます。僕くんです。勇者の飯パート6やっていきたいと思います。前回の続きからということで、勇者高校、そして早速ね、無料召喚ガチャ1回、ほい、毎回恒例となっておりますよ。さあ何が来る。 A ランク、皆さん初めて A ランク来ました。これ何なんだろう。美味しそう。プラス 0.5% は大きい。やべえ。おーおーおー、なかなか今回ガチャ運が良かったです。はい、それじゃあね、前回の続きからやっていきたいんですけど、前回は6のここね、6の2で止まってたんですけど、なんやらお金の力でね、強化された英雄たちは6の2、6の3をね、まあ、ここストーリーなかったんで、サクッとクリアしておきましたと。で、6の4に挑戦と。ここでストーリーが進むボスっぽいのが来るはず。戦闘開始。OK? さあ、黄金色の平原。6の4。うわ、なんだこいつ。ザ・ロボットって感じなんだけど。なんか、不気味な感じ。かかしが超強くなったみたいな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、でも全然痛くないね。こうして、ここでこう。で、ここにこう。で、どうだ。お、今ので防げましたね。うまいこと。これで無敵。痛くない。痛い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 。けど、こっちが勝つんだな。強化されちまったな。さあ勝てましたぞ。さあストーリーが進んだ。あはは、見たかこの天才の実力を。僕が支配する魔法工学の力を。さすが博士、素晴らしいです。最初からご自分のミスで起きたことだというのに、そこはおっしゃらないのですねエスプレッソちゃんズバリ言うんだね。ん、今何か言ったか。エスプレッソ、はい、偉大なる博士に拍手を送りたいのと話しましたと。あはは、そうかそうか、さすが僕のロボットだ。いいように言いくるめられちゃって。まったく、どっちが上かしっかりしてるんだね。この人本当に王城に連れてっていいんですかね。実力だけなら確実だから信じてみようと。ふんふんふん、祝福で守られている秋の森というところに次は行くと。はいはい、姫二人とも無事だといいなと。さあストーリーが進んだ。ん、まだここでチュートリアルっぽいのなんか追加されましたね。ここでは古代遺物の発掘地への入場が可能。何？発掘地へ行ってみよう。はい、ここでは遺物のかけらを発掘し、古代の遺物を復元することができます。はい、地下に深く入れば入るほど多くの遺物のかけらを発見できます。発掘地は採掘機に燃料がないと入場することができない。登場するモンスターはクリアするために変更されると。はあ、なるほど。ちょっと読んでみましょう。この発掘地には忘れられた古代の技術が眠っている。これらを採掘機で発掘してる時に押し寄せてくる魔物を倒していけと。まあそんな感じですね、ざっくり。なんだろうね古代兵器って。で、なんかサクッと選んでいきますよ。まあ、どうせならモカ博士でいきますか。これでいきましょう。このメンツでね、初見なんで、まあ適当にやっていきましょうか。はい、戦闘開始。なんだろう。あ、ストーリーからか。本流、ぜいぜい、もう無理。おいおい、またか。少しは体力ついたと思ったんだが、結構歩いたし、ここで休憩。はい、あー、待ってーと、モカ博士。すごい、なんか、すごい今、博士のペースでさ博士のペースで話が進んでいってますね。モカ博士、急にどこに行くんだと。これにはファンデューちゃんもたじたじ。急にどうしたの、置いてかないでよ。かわいいな、おい。はい、アイラン、ここは。ふふふ、僕が王室首席魔法工学者だった頃に見つけた古代遺物遺跡地。心配だけど管理なんて全然できてなかった。緊急事態に何を言い出すかと思えば、悪いけど博士、今のは君の知的好奇心なんかを満たしている暇はない。カッコしたうちですよ、ここ。カッコしたうち。ち、そう来ると思ったよ。ここに来た理由は僕一人のためじゃない。ふん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 、なんだ。予算の無駄だと王家から何度も反対されながら、なんとか設置に成功したもの。地下に埋められている正体は何なの。はい、ここでココバ、何が見つかったんですか。宝物、それとも金銀財宝。こいつ金にしか興味がねえな、まったく。頼むから自制心というものを覚えてくれ、ココバ。ふふふ、宝物なんかよりずっと貴重なやつ。何なんでしょう。おお、そいつはな、ごくり。
古代魔法工学の聖域で作られた異物の部品が大量に出てきた。どういうこと？かっこぼよみ。その反応は、魔法工学史に残る発見だってのに、魔法工学による古代異物の遺跡で発掘されたものを利用して何やら強いことができるらしいと。いや、ロマンですね、ロマン。それを発掘していくってことですよ。はあ、このボタンを押すと、採掘機が起動できる。試しに1回。参考までに言っておくけど、騒音がものすごくて、もう電源ボタンを押したのか。そうだが、はい。ものすごい騒音のせいで、ゴゴゴゴゴゴゴでございます。ここでジョジョでございます。地下にいる魔物が押し寄せてくる。あ、それは困ったな。あら、団長またやっちゃいましたね。何いや、それが、その、いつかは使うなら今押したって問題ない。いや、ポンコツ加減がいいな、この団長の。皆さん好きですよね、こういうポンコツ系だけど、ちょっと偉そうにしてるやつ。大好きです。ありがとうございます。ということで、なんだ、地下10メートル。お、魔物チルスが出てきた。あ、こうやって守る感じね。なるほどね。パーク、パーク。ちょ、ここら辺に打ってみる。あ、なんか来た。ほい。で、こうか。いいですね。なんかやばそう。なんかやばい。もっと離れて。オッケー。待って、ここに。待って。なんか強い。周りが強い。さあ、いい感じに倒せてはいるんじゃないでしょうか。待って、爆発は良くない。こいつを攻撃、いいですね。で、こうで、なんとか耐えてる。 OK、 いいんじゃない。で、ここにこうやる。 OK、 勝ちましたね。よく分かんなかったけど、とりあえず出てくる敵を倒し続けると。はい、ストーリーが進む。ぜいぜい。地下にいる魔物だからか視力が良くないみたい。我々のことはお構いなしに全部採掘機に突撃。なるほど、そういう理由でね。はい。あ、ちょっと飛ばしすぎちゃった。まあいいや。あ、それにあの真っ黒い奴らが現れる周期もどんどん短くなっている。今後はさらに注意しながら任務を進める必要がありそうだ。もうガハ博士、少しは情報が得られたかと。さ、これで何が手に入れられたんだ。部品さえあれば、あらゆる装備をオーバースペックに。何から作ろうかなと。何やらマッドサイエンティストの、マッドサイエンティストの血が騒いでおりますね、モカ博士。さあ、ボタンタップ強化。異物、ここで来ました、宝物。異物タブをタップ。はい。ここでは古代の異物を復元することができる。復元すると英雄全員の能力が強化される。ほう。あ、ここでね、宣伝が入りましたよ。レリックパック、後で買っときましょうかね。はい。で、なんだ？通常の速度、通常攻撃の速度プラス 6%、通常攻撃 6% の確率で2倍ダメージ。10秒あたりヒットポイント 1.2% 回復。なんだ？移動速度 1% 増加。どれがいいと思います皆さん。まあ、とりあえずここでいいか。攻撃速度が上がるのはだいぶ大きいんじゃないですか。全体的な DPS 的なね、DPS ですよ、皆さん。あ、こうやって、なるほどね。強化できるんだ。いいですね、このゲーム。大好きです。あ、ついでにここも強化できるようになった。じゃあ、余ってるわけじゃないけど、貯めてあるお金で、ガンガンに強化していきましょう。ほいよ。OK。ブーンブーン、いいですね。どんだけできるめっちゃできるやん。あ、15まで。これは、あ、12まで。さあ、だいぶ成長したんじゃないか、ここで。いや、いいですね。ということで、どうしようかな。まあ、ストーリー進めていきましょうか。魔法のね、ここら辺とかは、まあ、なんか面白そうな展開があったらそっちに行っていく感じで、ここではストーリー攻略というか、どんどん進めてみていきましょう。7の1が解放されたぞ。行ってみましょう。ほい。何が取れんだ？なんか変な色のものが見えたけど。王家の森、明けの森ですね。
なんだこいつら。魔物って感じだな。ザ魔物。ああ。なんか食材にならなそうだけど、いいのかこれは。おお、なんか急に生えてきた。エロいやつ。エロいやつこれ。はい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 。大丈夫なのかこれは。はいはいはい。ここで。いいですね、いいですね。もうここら辺に放置しましょうか。おい。な、普通に勝てそうっちゃ勝てそうですね。ただ敵も2、3発殴らないと倒れないぐらいには体力がある。ほい。はい、ここでこう。いいっすね、いいっすね。いいよ。はい、勝ちましたと。もう敵なんていないんだぜっていうぐらいだよね。はい。さあ、ストーリーが進む。アイラン、何がどうなっているんだ。大きな祝福で守れる。秋の森に魔物がいると。はん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 。魔力爆発の影響がそれほどに強い。よくもこの森に侵入。おほ、またここで来ましたよ、皆さん。新キャラです。この声は、あっちから聞こえてきた。誰？ここに来た目的を言いな、あ、僕、分かっちゃいました、これ。もう、この格好と、あの剣。我々は王女を救い、国民を守るためと、あの鎧とあの剣は、もちろんあの方ですよね。皆さんも大体もう想像ついてるかも。あ、あれ、騎士団？この金髪、それにこの声、まさか、そう、姫の一人、エクレア姫様でございます。ついに皆さん、お姫様登場ですよ。エクレア姫。いや、そうだけど、あ、いいえ、私はただの謎の剣士。どういうこと？どうしてここに、それにどうされました？その仮面はなぜお顔を隠してらっしゃるのです？姫様、ご無事で何よりです。無礼な。何？私はただの仮面剣士。あ、エクレアとお呼び。そこは抜けきれないのか。正体が全然隠せてないんですけど、と。何か理由があるかもしれない。ここは目をつぶっておこうと。ではエクレア、とりあえず一緒に安全な場所で話をしないか。そうそう、魔物がここにも現れた以上と。はあはあはあ、それはできない。どういうこと？何がやりたいんでしょうね。魔力爆発で首都がめちゃくちゃになったのも私の妹、あ、姉がエクレア姫で妹がシュークリーム姫ですね。魔法に囚われてしまったのも全部私が至らないから、だから責任を果たし何とか解決しないと。うー、大丈夫ですかと。何かちょっと鎧のせいで気づけなかったんですけど、傷だらけ。これはまずいですね。第一王女がこんな状態では良くない。ということで、もう数時間かけてオートではなく屋台に戻ってきたと。店長、そのすでに何度も言っているのだが、今宿にいらっしゃる方はその王室の非常に尊いお方であるので特別にご注意を。もうやめてくださいと。それと、あともう一回で、37回も言ってんの。店長もこれにはゴリゴリと。ふん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 。エクレア、はい、エクレア姫が目が覚めたと。お姫様大丈夫。アイラン、ここは我々が臨時拠点にしている場所。危険要素はございませんと。ほん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 、食事をご用意した。さあ、皆さん、何が出てくるのか。エクレア姫だからな。何が来るかな。何が来るかな。楽しみだな、おい。さあ、来ました。なんだこれは。この、何これ。ザ・サラダ。あーね。こう、傷ついた体にちょうどいい具合のね。エクレア、この味は。秋の森から持ってきた果物と野菜、そして備蓄食料を使ったサラダ。いや、いいですね。ヘルシーそうでしっかり味がついていそう。アイラン、ありがとう。そしてありがとうございます。店長、ではいただくわよ。いや、ちゃんとしてますね。このエクレア姫もそこ好感持てますね。簡単そうに見えて非常に手間のかかる料理だわねと。王城の豪華な料理とはまた違う味。こういう庶民的な味がいっちゃうまいんだよな、結局な。はい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 。今店長喜んでる？で、そうだよ。それと、アイラン一口食べる？食いしん坊バレちゃってるよ、もう。はいはいはい。団長、垂れてますよ、つばが。ポンコツアイラン団長。かわいいな。おい。ふう、おかげで少し元気になったわ。こんな外界に、外枠、うん、読めねえ。拠点だなんて、初見、あ、違う。初派遣任務ご苦労様、そしてありがとうね、アイラン。あなたには世話になった。とんでもありません。それより、お嬢の状況はいかがですか？本当に。そうよ、完全にめちゃくちゃになってしまった。いいえ、アイラン。あなた、自分のできることを全部やってくれたじゃない。この拠点がなければ、状況がさらに悪化していたかも。はい、こういうのをお聞きするのは失礼かもしれませんが、どうされたの、その仮面。
明確ではないけど、この混乱に寄与した者がいるみたい。詳しい事情はまだ。なるほど、この混乱で王城の内政事情でね、ちょっと巻き込まれ気味になったっぽいですね。だから他の人には私の正体を明かさないでほしいの。これはお願いと。この傷は魔物との戦闘によるもの。はいはいはい。私たちが道を開いているとき、王城では戦闘が続いていた。守備隊はどうなったのかと。敵の数があまりにも圧倒的で、みんなバラバラになってしまった。みんな無事でいてくれと。ちょっと王城は本当に今ピンチなんですね。無謀な戦闘は絶対にされないと約束してくださいと。はあ。秋の森にいらっしゃった。ええ、祝福で守れる場所だったから、しばらくそこで回復しようと思っていたの。何その場所にまで、場所まで、はあ、はあ、魔力に侵食されてしまったと。森の中に魔物の中枢を役割する大きな怪物。へえ、そいつを倒さないと話が進まなそうですね。はい、次の目標決まりと。ココバンちゃん、すごい簡単に言うな。はい、来ました皆さん、新しい仲間が合流しました。エクレア姫と。あ、スクショ忘れた、さっきの飯のとこ。皆さんはスクショ戻ってしといてください。チキンサラダ。はい、楽しく遊んでいただけましたか？ゲームプレイデータがサーバー上に正しく保存されているか、たまに確認してくださいねと。楽しく遊んでおります、いつもありがとうございます。素晴らしいゲームですね。はい、ということで今回はこんぐらいにしようかな。ちょうどいい時間ぐらいじゃないですか、10分、20分ぐらいで。で、次回からはこの森の方かな、森の方で何やらボス玉がいるから、そいつを倒してくれと。あ、こっちか、こっちのボスか。ということで、次回はそこら辺からプレイしていきたいと思います。いやー、いっぱい増えたし、待って、エクレ姫、そんな離れたところにいないでください。ここに、真ん中に、ほいと。あ、そうだ、エクレア姫見て終わりましょうか。はい。エクレア姫と呼ばれているが、身分に関係があるというより、ただのあだ名みたいなものだと思われる。自分の過ちを取り戻すために仮面をつけて戦場に出ることを決めたという。大陸で起きた魔力爆発事件と妹が深く関係しているかもしれないということで、非常に心配している様子と。で、近接は通常の霧で 84% のダメージ。で、スキルは王家のシールド。対象に7秒間ヒットポイント 45% のダメージを吸収するバリア。バリアが維持される間、対象の防御力が 40% 増加。何やらこれのリムちゃんと似ているような。あー、でも7秒間に、あ、完全に上位互換じゃないですか、エクレア姫。マジか、そんな出しちゃっていいの。顔見れない。あ、可愛いかも。待って、顔見たい。あ、これ皆さん後で1600貯めたら作っときますね。僕頑張ります。あ、こんな素顔なんですね。いいですね、まったく。はいはいはい。さあ、どんなポーズをとってくれるのやら。シャキーンと騎士らしいですね。はい。じゃあね、本当に今回はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた。続きから、これの続きからやっていきたいと思います。さあ、どんどんエクレア姫とね、シュークリーム姫も登場してね、ストーリーの進みが加速すると。楽しみにしていてください。僕くんでした。じゃあ、また別の動画でお会いしましょう。何回言うんだって話ね。ごめんなさい。バイバーイ。